はい。天皇杯と続けて、同じチームと対戦をして、まあ別のチームで来るのは分かっていて、まあ、その上でこちらもしっかり準備をして、臨んで、裏なんか、前半とかはね、こう全然別のゲームにお互いになったと思うんですけど、天皇杯の時に、詳しくは言わないんですけど、サポーターの人たちと、会話することができて、きっかけがあって話がすることができて、で、今日すごく、情熱的なサポートをもらって、で、前半でリードで終えて、全く別のここから試合になるっていう。もう、前半のことは忘れろと。で、ね、自分たちが必要なことをもう一回、相手に向かってプレーするんだってところから、後半始まったんですけど、それがうまくできず、引き上げで終わってしまって、サポーターの人たちにまず申し訳ないなと。思ってますし、まあ、勝たせて やれてないのも事実なんで、まあ、そういう悔しさと申し訳なさが今、ありまありがとうございます。それではご質問の方からさせていただきます。質問がある方は、社名、氏名のチャート、ご質問の方、お願いいたします。お願いします。石井相模原オフィシャルの北です。お疲れ様でした。まずその前半は本当に2点を先取するっていう、いい流れだったと思うんですけども、戸田監督、その前半まず2点を取れた要因っていうのはどのように分析されてますか？取れた要因。ずっと続けてきたことと、今日、こういうことをやろうっていうことが、まあ、うまく合致したからじゃないかなとは、思いますし、両方ともクロスなんで、まあ、クロスに持っていくまでの、前提の部分と、まあ、仕掛けの部分のクロス、その人が入る部分まで、まあ、ずっと一貫して取り組んできた部分であったので、まあ、そういう形に優先でなったのは、まあ、単純に嬉しかったです。若林選手が、まあ、1得点、1アシストということで、まあ、本当、この2点とも絡んだっていうところに関しては、戸田監督はどのように評価しますか？まあ、ずっと期待をして、伝えてきて、本人も努力をしてきて、で、今日の試合も、ちょっと守備のところは、自分が向かっていった背中の方にボールがこぼれるとかっていう順番にあったんですけど、こういう機能は悪くなかったし、ちょうどアシストする前にもう少し早く仕掛けて、シュートクロスってもうちょっと早く自分のところにボールが来た時にやってみようって話をしたら、ちょうどその場面が来て、で、まあ、取れましたしね。で、逆からのクロスもしっかり入ってたので、基本的にずっと続けてきたものが形になって現れたと思いますし、それは本人の努力なんで、もう1点、まあ、順位のヘディングもあったので、3つ目取れそうなところもあったんですけど、自分たちの強みというか、特徴と、まあ、能力、特徴、強みをしっかり生かしてチーム作って、愛車を貸すために努力をしているので、そういった意味ではそういう場面はプレスも含めて、まあ、十分相手を把握をして、その上でパワーを使ったつもりなんですけど、まあ、確かに困った部分も結構あったと思うので、前半に関してはすごく良かったなと思いますし、そうやって努力してきた選手が結果を得点とかアシストとかそういう形で出していることに関しても嬉しく思います。その若林が守備の時は、まあ、いわゆるちょっと5枚のディフェンスの左に入って、ディフェンスラインちょっと横ずれして、で、まあ、セントラルミッドフィルダーのところにこう、まあ、西山が左に出てっていう、なんかオーガナイズされたと思うんですけども、これは YS 横浜対策っていう形で取り組んできた形だったんでしょう。ベースの部分に関しては今回が初めてじゃないんですけど、天皇杯の時とはちょっと違いました。それは相手の今日プレーする選手たちの能力とか、それは前節までも見てますから、まあ、その上で自分たちとしてしっかり受け止めるときは受け止めて、また前方向に相手陣内に向かっていくために必要なものは何かなということで、今言われたようなものにしました。で、まあ、別のゲームになったって先ほどもお話ありましたけども、後半に関して言うとかなり相手に押し込まれる時間帯も長く続いた結果、2点差追いつかれました。まあ、そこに関しては戸田監督としては、その選手たちの、ね、勝ちたいって気持ちだけじゃなく、まあ、何がこう、この追いつかれるっていう結果を招いてしまったのかなと思いますか？それは、まあ、試合の時も自分からすると少し点取った後、それまでよりは少し落ち着いてしまう感じがあって、今日はハーフタイム挟んでるので、伝えるべきことは伝えて、まあ、こちらの拮抗でしたから、しっかり敵陣の深い位置持っていくというところをまず失敗してると思う。キックオフはいきなり相手ボールになって、もう一回見ますけど、そのまま多分入られて、もちろん相手も人を変えてきて、少しやっぱり
狙うポイントをサイドに持っていくっていうのはあったんですけど、だからこそそういうあのバランスのフォーメーションにしてたので、ただその中で早々に失点してしまったところはおそらく中の選手たちの精神状態をよりこう少し怖さが生まれたんじゃないかなって感じはしました。あのまあ2点目失うまでのところも相当押し込まれてピンチが続いてました。ただ戸田監督は交代としてはあの後半の30分ぐらいまでは動かなかったと思うんですけども、あそこは動かないでも、まあ、しのげるっていうふうにあの考えていたのか、それとも、まあ、交代がちょっと今日は遅れてしまったっていう感じっていうのはありますか？途中であの、翼の位置をちょっと変えて、うん、交代がまあ、人の評価なんで、はい、自分の中で遅かったことかは、今ちょっと何とも言えないですけど、ただ、前に出るべきポイントは、あったと思ってたんですけど、まあ、受けてしまったところ、サイドからのところに突破の部分と、アプローチちょっと遅れてな、ボールが、ね、ドップのところに入ってきたり、まあ、これはあのピーターゼンに出てきて、ね、このポストも使い始めたんで、まあ、まずはしっかり跳ね返して、もう一回プレスから入れればということは考えたんですけど、うん、まあ、交代に関しては、ずっと考えながら試合見てたんですけど、その時点ではあの変えようとは思ってなかったので、またあのそれは振り返ってみて。まあ、終わった後、まあ、ピッチ上で、まあ、いつもの通りというか、はい、あの、まあ、エンジンの中で、まあ、ちょっと、こちらにも聞こえてくるぐらい、戸田監督の大きな声というか、あの、聞こえてきましたけれども、あの場面で選手たちに伝えたかったことっていうのは何でしょうか？はい、まあ、前半と後半が違うゲームになったんで、後半に関しての部分を少し話したのと、まあ、僕は自分たちからその展開をまず作ってしまったと。本当にそのハーフタイムに話した、伝えたもの、共有したもので、しっかり相手に向かっていけたのかって、もう一点取りに、ゲームを本当に取りに行く気持ちでゲームが始められたのかっていうのを、自分にちょっと聞いてみてくれっていうのと、まあ今日も本当にあの、たくさん応援に来てくれて、うん、まあ、ちょうどこの前あの話をさせてもらう機会があって、お互いのなんかこう考えてることを共有して、うん、一緒に戦いましょうって言ってもらえたところだったので、今日こそはそういうものを見せる日だったと。そういう展開が作れてたからこそ、まあ、僕も自分自身にも矢印は向けるって話をした上で、今プレイした人は自分に矢印を少し向けて、本当にあの、果敢に相手に向かう気持ちを持って後半プレイできたかっていうのを、あの、ちょっと考えてみてって話はしました。ありがとうございます。お願いします。です、ね、はい、先週の天皇杯からの、まあ、この試合ということで、まあ、メンバーが全然違うかもしれない。天皇杯はまあ別の本当に試合なんで、メンバーも違いますし、ただまあ同じチームが戦うので、同じ部分があるなとは、その相手方のスタイルも含めて、同じものは出るだろうなと思いましたけど、まあ、能力が違いますからね、単純に。しっかりボールを動かせて、まあ、キーパーも含めて、ね、あのワイルドな展開も作れるので、まあ、どれぐらいあのがっぷり寄せでできるのかっていうのと、それができないだろうなっていうときにどう対応するかっていうのは、まあ、両方当然ながら準備をして、まあ、ゲームに入って、まあ、前半に関しては、まあ、基本的にはおそらく混乱なく対応ができたので、相手にボールを少し持たれる場面もあったと思うんですけど、持たれるとするなら持たせるっていうところで、押し戻したりっていうのは、まあ、ある程度できた上で2点取れましたから、あとは後半のところ、まあ、これもう一回自分も見ないと、終わった直後なんで、記憶曖昧なのであんまりうまくは言えないんですけど、まあ、単純に少し押し込まれるときに受けたなと思いました。受けたなっていうときに自分が何ができたかをまた考えなきゃなと思います。はい。それではこれ3回目の報酬いたします。はい。